高原ランドは大韓民国カン,ウォンドバ端全軍に所在するカジノリゾート運営企業。旧炭鉱跡を開発しカジノリゾートを経営している。2000年10月28日に開業。3つのホテル、ゴルフ場、スキー場。そして工術するカジノを有する。企業体としては産業通商資源部参加の韓国郊外対策事業団が36%。 韓ォンド政府が6%出資する第3セクターではあるが、韓国取引所へ株式を上場している。韓国で唯一、韓国籍者が入場できるカジノがある。韓国人は入場時9000ウォンの入場税を支払わなければならない。ギャンブル依存症防止の観点から、住民登録番号による入場規制が行われており、一月に入場できる最大上限日数がある。 炭鉱閉山後の地域雇用維持のためにカジノを受け入れたものの、質屋や風俗店の乱立、犯罪や自殺などの社会問題も発生している。入場者数の大多数は韓国人であり、外国人入場者数の割合は1%にも満たない。韓国には小規模なものも含め、約30カ所のカジノが存在するが、高原ランドだけで、 韓国国内すべてのカジノの総売り上げ、入場者数の50%以上を占めていると言われている。ABCD、カジノは街を救えたか、都市315万人来場韓国、高原ランドルポ、西日本新聞、2018年9月21日閲覧、ワードプレス、ワードプレス、2016年1月3日閲覧、035250、 コリア SE ストッククオートコンワンラントインクブルームバーグ .com 2015年11月22日閲覧韓国カジノの街カンワンランドの悲劇自殺率トップで奇怪な街にブロゴス2018年2月22日閲覧サン1%連合ニュース2019年3月11日閲覧 韓国で唯一韓国人が入場できるカジノ2019年10月12日へ閲覧ありがとうございます。